本日の講義は、スタートアップスクール開校直後に私が担当した、スタートアップのアイデアを評価する方法のパート2です。これら2つの講義は共通して、投資家の視点からの評価法を説明しています。投資家によるスタートアップのアイデアの評価法、及びその構造を創業者の皆さんに説明することは、創業者が自分たちのアイデアやビジネスチャンスについて、よりよく理解してもらうのに役立つと思ったからです。 今回の講義は自分に興味を持ってもらいたい人たちに向かっていかに効果的にそれらをプレゼンテーションするかについてです前回の講義で私はスタートアップのアイデアとはなぜ会社が急成長できるのかという理由についての仮説であると言いましたこうした仮説は問題ソリューション洞察という3つのパートで組み立てる必要があります根本的なポイントですが 皆さんが取り組む問題とは、かなり大きく後半であるべきです。多くの人が抱えている問題であり、巨大な市場がある、と思えるような特質を多く備えている必要があります。ソリューションについて理解しておくべき唯一の点は、テクノロジーありきではなく、問題ありきで始める必要があるということです。最後に、他者とは一線を画す独自性と、何らかの圧倒的な優位性を持つ必要があります。 圧倒的な優位性とは、私たちが洞察と呼んでいるもので、自社が他社より早く成長を遂げる理由となります。パート1の講義では、スタートアップが獲得し得る5種類の圧倒的な優位性と、それらを手に入れるためのベンチマークについて説明しました。スタートアップのアイデアを理解、考案する際、すべてを詳細に説明するために、あらゆることをしなくてはいけない、と思わないでください。 これは皆さんに知っておいていただきたいこと、そして覚えておいていただきたいことですが、本当に優秀な投資家は自分でそれをしてくれます。創業者の話に耳を傾け、推測を立ててくれます。本日の講義で取り上げるのは、そうした仮説をどのようにまとめ上げるか。自分のスタートアップやそのアイデアについて、自分が理解しているあらゆることを、どのように投資家にプレゼンテーションし、出資を勝ち取るか。 ということです。こちらのスライドは、Y コンビネータースタートアップに応募する際に記入してもらうフォームです。この応募書類で私たちが質問していることは、Y コンビネーターのパートナーが皆さんのスタートアップを評価するために使われます。フォームの下部にはいくつかのリンクがあり、そのうちの一つに、合格のコツというリンクがあります。私は非常に多くの応募書類に目を通しているので、 全てがそうであるとは言えませんが、どうも創業者たちがこのエッセイを読んでいないように思えます。これは2009年にポール・グレアムが執筆したもので、ここに書かれていることの大半は、今でも通用し、今も人々はここに書かれていることで、間違いを犯しています。では、皆さんの集中力が途切れないうちに、いくつかのポイントについて説明し、しっかりと覚えていただきたいと思います。このエッセイの中に、 Y コンビネーターでは基本的に面接に到達したすべての会社を信じていますが同じように優れた会社ながら応募の段階でミスをして私たちの目に留まらなかった面接にたどり着かなかった会社もあると思いますという一文がありますそうした会社は自分のアイデアを明確に説明できていなかったということですそれにつきます皆さんは自分のスタートアップが選ばれなかった理由は アイデアに関する複雑な部分を説明しなかったからだと考えるかもしれません。しかし、それは思い違いです。まず皆さんの心に留めておいてほしいのは、Y コンビネーターのパートナーである私にピッチをする必要はないということです。優秀な投資家についてお話ししましょうか。普通の投資家は、創業者が自らのアイデアについて話をすると、色い々ろいろと口出しをしてきて、 創業者は荒探しをされているような気持ちになります。そういった投資家は、そのアイデアが失敗するかもしれない理由についてばかり聞いてきます。しかし優れた投資家は、全く反対のことをします。彼らは創業者の言葉に耳を傾け、想像力を働かせ、楽観主義的な観点を駆使します。そしてそのスタートアップが、10億ドル企業に成長するためには、 ある種の稀有な出来事が発生する必要があるという知識に基づき創業者に起こりうるあらゆる稀有な出来事を思い浮かべようとしますそしてそうやって得たものを創業者に投げ返してくれます私たちは自分自身を売り込むことに十分長けているため皆さんがそれをする必要はありません正直な話企業間もない創業者の皆さんはそもそもピッチが下手ですよね皆さんに理解してほしいのは 私が創業者のアイデアを聞くときは、このアイデアを理解しているか、このアイデアにワクワクするものがあるか、このチームは好感が持てるか、一緒に仕事をしたいと思うか、という3つのポイントでの評価を心がけているということです。驚きですね。皆さんがグループセッションに参加する際、毎週提出していただくアップデートの中で、お互いにこの3つの質問をすることになっていますね。つまり、 これらは私たち Y コンビネーター自身も理解したいと思っている質問だということです。私たちは創業者の皆さんが毎週他のスタートアップと話をする際、それをフィードバック獲得の練習にしてもらい、他者に自分のアイデアを浸透させることができているか確認してもらいたいと思っています。皆さんが目指すべきはとにかく明確さです。それ以外のことは私に任せてください。応募書類に話を戻しましょう。 本日の講義では、二つのポイントに絞って見ていきます。その二つは、あなたの会社が作ろうとしているものは何ですかの欄に何を書くかいかに効率的に自社の説明をまとめるかです。これらを行うために、まず必要となるのが明確さです。私たちが明確さを重視するのは、明確なアイデアは成長の土台となるからです。Y コンビネーター。 または世界の優良企業は有機的成長を遂げていますそういった企業は口コミで成長していますでは口コミとは何でしょうかそれはこのスライドが示している通りです例えば私がディナーの席で皆さんの会社について皆さんが何をしているか作っているかなどについて語ると同席している人たちに最も注目される人になるということです私が皆さんの会社について誰かに話すと その相手は自分が聞いた話をまた別の誰かに話したくなるという流れです。それが口コミです。口コミとは私が皆さんのしていることを覚えていて、それについて熱心に語り、その内容が自然に広まっていくというものです。私はマーケティングや広告は税金のようなものだと思っています。なぜならそれらは会社が人の記憶に残るような素晴らしいものを作れなかった対価として払うものだからです。 ディナーの席で自社について皆に覚えてもらうためには、まず相手に理解してもらう必要があります。物事をよりよく理解してもらうための非常にシンプルなルールを説明しましょう。私が執筆したより良いピッチデッキの作り方というエッセイを読んだことがある方には馴染みのある内容でしょう。ここではピッチデッキの作り方に関する説明は、実はアイデアや他の多くのことにも応用できる。 ということに特化して説明していきます。ピッチデッキやスライドで物事をよりわかりやすく表現する方法は読みやすく簡潔に、そして明確にすることです。本日の講義では皆さんのアイデアを読みやすくすることにフォーカスします。明確さという観点からも興味深い内容でしょう。先ほど挙げたエッセイの中で私は Y コンビネーターのスタートアップたちがデモデーの日に1、 000人もの投資家を前に行う、プレゼンテーションについて書いています。この投資家たちというのはある意味、独特な聴衆です。第一に、聴衆の大多数は高齢で、どちらかといえば視力が衰えている人たちです。ここにいる皆さんのように最前列に座ることができず、中には高列に座っている人や立っている人もいます。つまり読みやすいスライドというのは、 後列にに座ってているる視力が衰ええたのの人々にも、もも理解ししらえるものを意味します。では、読みやすいアイデアにするには、どうすればよいのでしょうか基本的には、最前列に座る人たちだけではなく、何も分かっていない人、知識の少ない人、室内の全員を対象にした、皆が理解できるスライドを作成することです。読みやすいアイデアなら、皆さんのビジネスについて全く知らない人々でも、 理解すすることができますつまり自分のアイデアを明確に理解してもらえる人を最大限に増やすことができるわけです創業者は他の何よりも自分の会社について話をすることが多くなるためこれは極めて重要です実際 Y コンビネーターの人間はこの点にかなり熟達しています Y コンビネーターに参加するスタートアップ企業は自社に関する説明の練習を常に続けることになります スタートアップスクールのカリキュラムは自社に関する説明の継続的な練習をサポートすべく設計されています。なぜなら10億ドル企業を目指すなら多くの人々のサポートが必要となるからです。共同創業者となる人を見つけようとすることもあるでしょう。相手がユーザーであろうと、投資家であろうと、従業員であろうと、株主であろうと、自社について明確に話せるようになっている必要があります。 創業者はこうした説明に熟達し、迅速かつ効率的に行えるようになっている必要があります。次に挙げるようなことは、避けるべきです。これらは物事を分かり難くし、あなたのアイデアを不明瞭にします。一つ目は曖昧さで、これは明らかに明確さや明快さとは、対極のものです。少々抽象的であったり、二通りに解釈できてしまうものであったりすれば、 聞いている人は皆さんのスタートアップについて理解するために質問をしなくてはならないでしょう。二つ目は複雑さです。私の中では複雑さに関する非常に具体的な定義があります。語根を見ると簡潔さと複雑さは同じルーツを持っていて、より合わせたり組み合わせたりすることと関係があります。簡潔なものは一本の組紐と言えます。複雑なものはこの組紐が複数あり、 互いに絡み合っています。簡潔なアイデアとは折り重なっていないアイデアを意味し、複雑なアイデアとは絡み合っているアイデアを意味します。簡潔さとは説明の中に多くのことを盛り込もうとしないことを意味します。三つ目は理解不能なことです。これはいわゆる異質なものです。創業者が自分の会社について話しているときに聞き手が内容を理解できないと感じる場合を指します。専門用語は まさしくこれに当てはまります。聞いている人が理解できない用語は全てそうです。フェイクであるものも同様です。不定代名詞のように、これとか、などといった言葉を使い、それらの名詞が具体的に何を意味するのか説明をしない場合がそうです。何かを示唆するだけではっきりとは述べないという場合も当てはまります。四つ目は、不要なものです。これは何かと言いますと、 人々から注目されない言語のことです。ユーザーエクスペリエンスデザインにおいて、人々が見たくないものや重要な価値があると思えないものには、一種のブラインドネスが生まれます。例えば、広告ブラインドネスは、一般的に理解しやすい恒例です。自分のアイデアについて話をしているとき、簡単に無視されてしまうような言葉を使う方法も存在してしまうということです。どうしても聞き手の頭に、 残らないものがあるわけです。マーケティング用語のようなものがそうです。これに関しては、皆さんも様々な話を聞いたことがあるかもしれません。ビジネススクールの用語は、使い手が自分を大きく見せるための奇妙なものです。その他にも、特に情報をもたらさない話や、バズワードがそうです。投資家として何度も何度も聞いたことがある。または情報。もしくは価値がゼロとみなしている。 特定の言葉を耳にすると、私はそれらを無視します。その結果、創業者のピッチの一部は私の耳に届かないことさえあり、私の記憶に残ることもありません。創業者は、話し上手である必要があります。優れたピッチとは、自分の母親に話しても理解してもらえるものを言います。話を聞いた母親は皆さんを誇らしく思い、首をかしげることはないでしょう。つまり、 会話帳である必要があり、これは口コミにとっても実に有益です。なぜなら、私たちが会話をするときは、一般的な砕けた口調で話をするからです。MBA のように話すこともしませんし、常に CEO のように話すわけでもありません。ですから、会話をするように話をするのが最適と言えます。繰り返しますが、専門用語は使ってはいけません。自分の業界でのみ理解。 または使用されている言葉は避けてください。また、前置きは不要です。これに関してはいくつかの事例を紹介しますが、話を明確にする必要がある場合は、自分が話したいことを単刀直入に伝えるようにしましょう。回り道をしながら、徐々に目的地にたどり着く必要はありません。最後の重要なポイントは、再生可能性です。私が皆さんのアイデアを聞いたとき、 それを自分の頭の頭中ででで想像できるでしょうか皆さんの会社を立ち上げるために何を作り出す必要があるか見えてくるでしょうかそれができない場合私は頭の中で皆さんの会社が何をするか思い浮かべることができませんそしてそれが思い浮かべられるようになるまでは自分が皆さんの会社にワクワクしているかを確かめるための質問を一切できませんし皆さんのビジネスに関する その他の詳細なことについて理解することもできません。頭の中で思い浮かべるためには、私は名詞を知る必要があります。頭の中で思い浮かべるものを知る必要があります。スタートアップのアイデアを聞く際、私が理解する必要がある名詞は3種類あります。一つ目は、皆さんの会社が作っているものは何かです。これは極めて明確である必要があります。そして二つ目が、 解決ししようとしている問題は何かで三つ目が顧客は誰かです二つ目と三つ目はいわば市場に関係していますが私はこれら三つの名詞を思い浮かべる必要がありますいくつかの事例で説明しましょうこのスライドを見てください私たちは個人と情報との関係性を変革させますとありますこれは最低ですこうした文章は至るところで見られます まず問題なのは、ここに書かれている名詞は、すべて抽象的であることです。これらはアイデアのはずですが、私はこれをもとに、頭の中に何かを思い浮かべることができません。情報としての価値はゼロで、必要とする3つの名詞に関する回答を得るために、私はさらなる質問をしなければなりません。会社の説明としては不合格です。次です。あなたの会社は、 何を作るのか説明してくださいという質問に対して、このスライドのような答えが返ってくることがあります。私は、こんなものは読みたくもありませんが、要するに会社に関する、物語から始まっているものです。例えば、このような物語です。まずはじめに、このような問題がありました。では問題をじっくりと見ていきましょう。なんと、悪者が現れました。誰か助けてくれる人はいないのでしょうか そこで登場するのが私たちです。私たちが助けます。という感じです。読んでいる側としては、あと1、0002の応募書類を読まなくてはならないのだから、これはダメだとなるでしょう。このスライドは、エアービービーが実際に Y コンビネーターに提出した応募書類の説明文です。エアービービーは旅行者がホテルではなく、地元の一般家庭に宿泊予約できる。 初のオンラインマーケットプレイスですとあります。これは簡潔でよくわかる説明です。私はこの文章から彼らが何を作っているか理解することができます。彼らが手掛けているものを実感し、このアイデアにワクワクするものがあるか、このチームは好感が持てるか、というその他2つのポイントへと思考を進めることができます。こちらはドロップボックスの説明で、ユーザーまたはそのチームのコンピュータ間で、 ファイルを同期させまますすとありますここでのポイントは、この説明は新鮮であるだけでなく、見えもなく、守りに入っているわけでもないということです。私はこれまで、私は、を懸念しています。こうしたフィードバックがありました、といった、会社説明を多く目にしてきました。こうした会社は自分をより大きく見せ、懸念または、興味をそそる存在であるように見せるために、 明明確な説明を放棄していますずっと先で起こるかもしれない物事から我が身を守ろうとしていますここでの根本的な問題は皆さんがこうした不必要な付け足しをしてしまうと聞いている側である私は結果的に皆さんから遠ざかってしまうということですこれは現在のバッジに参加中のある会社の説明ですルーミンアイは兵士や緊急対応者向けの X 線ビジョンを製造していますとあります ここから深く掘り下げていく必要はありません。実際にどういう仕組みなのかといった詳細を理解する必要はありません。この説明がまず私の好奇心の基盤となる部分を作り上げます。ここから私はどのようなビジネスになるのか、このビジネスを手掛けるのに最適なチームなのか、今どこまで進んでいるのか、トラクションや顧客はあるのか、などと想像を展開することができます。 この説明文一つをもとに、私はあらゆる適切な質問を投げかけていけます。これは良い文章です。もう一つ例を挙げます。現在のバッチに参加中の会社のものです。バハンは、次なる10億人のインターネットユーザー向けの、リンクトインを開発しています、とあります。この説明は、彼らが何を作っているのかを、完璧に理解できる内容ではありませんが、私は興味をそそられました。 リンクトインの新機能を開発している人物に心を動かされました。これはいわばビジネスパーソン向けのソーシャルネットワークであると理解でき、どのような方法でビジネスにするのだろう、と興味が湧いてきます。説明文の中でこうした、どのように、という疑問に答える必要はありません。私はこの会社が何をしているかを理解し、頭の中でこの会社は機能するか、成功するか、 有望かといったことを評価するための質問を考え始めることができます。最適なチームと言えるか、ある程度のトラクションはあるか、といった質問です。この説明文から私は、スタートアップのアイデア評価における正しい軌道に乗ることができるわけです。今回この事例を紹介したのは、Y のための X という表現を使おうとする会社がたくさん存在するからです。〇〇のためのリンクトイン。 〇〇のための Uber 〇〇のための AirB&B といったものがそうですこうした Y のための X という表現は実に便利ですなぜならビジネスモデルやある種の複雑な行動を省略してその他のバーティカルや自分たちが成し遂げようとしていることに結びつけることができるからです Y のための X という表現は使っても良いですが大半の人がこれを乱用する あるいは正しく使っていないためここで皆さんにいくつかのコツを紹介したいと思いますまず Y のために X を使う必要があるかですスライドが読みにくかったら申し訳ありません一つ目は X はよく知られている名前かですここに入る名前は10億ドル企業などである必要がありますこの X にあなたのおじさんが経営するペットシューズショップは使えません 世間の人々は、あなたのおじさんが経営するペットシューズショップも、その店がうまくいっているかどうかも知らないからです。全員とは言わずとも、なるべく多くの人が知っている名前である必要があり、投資家側としては10億ドル規模の企業、または機械であることが明らかである必要があります。また、X は成功を収めていると、あらゆる人が同意してくれる必要があります。誰もが知っている大企業であるが、 悪名高いという企業を選んでしまうと世間からは成功をしていると思ってもらえないため気をつけてください2つ目は Y は X を必要としているかですこれは皆さんが狙っているターゲットがそういったモデルやソリューションが適用されたもの例えば a i ー b n b やウーバーを必要としていることが明らかであるかということですそうししたモデルやソリューションが不足している、 十分なサービスを展開している他社が存在しないセグメントであることそして人々がそれらのモデルを求めていることが極めて明確である必要があります3つ目は Y は巨大市場である必要があることです Y のための X を手がけている時この Y が巨大なビジネスと思えない場合成功は望めないでしょう創業者が我々はであると言っていてもそれはサブセットです 私たちはそのサブセットが本当に大きなものになると思えるかどうかを確かめたいわけです。とても小さそうなサブセットを選べば投資家はそれほど興味を持たないでしょう。規模が小さい場合、10億ドル企業に成長するための十分な潜在力がないと不安になるからです。うまくいかない事例を紹介しましょう。以前のバッジで自らをスナップチャットのためのバッファと説明してスタートした会社がありました。 バッファは素晴らしい企業ですが、スナップチャットよりは明らかに小さいため、適しているとは言えません。このセクションの基本的な要点です。ホワイやハウではなく、ワットから始めることです。ワット以外は不要です。大半の場合、ワット以外は明確さを低下させることになります。私は各バッジで、1000件の応募書類に目を通しますが、それは実に大変な作業です。 それが自分の仕事とはいえ、様々な内容の応募書類に高い集中力と興味を持って、目を通し続けるのは非常に骨が折れます。私の苦労を分かってください。私を助けてください。私は皆さんからの応募書類を手にし、目を通すわけですが、そうやって皆さんとつながっていられる時間を、とても楽しいものにしたいと望んでいます。私が皆さんのアイデアについて検討する時間を、 非常に効率良いものにしましょう。パッと見て明確に理解できる内容であれば、私は応募書類を読み込んでいけます。なんだか面白いぞ。もしかしたらこれはこういうことかな。などと思い始め、該当する箇所を見つけて、おお、やはりそういうことだったか。これはかなり凄そうだ。これはなんだ。これも相当面白そうだという具合です。逆にこちらが望んでいないのは、 何を言っているのか全然わからないと感じる文章ですそうなると私はまず皆さんのウェブサイトを調べなければなりませんそしてこの人たちの言っていることがわからないぞこれがどういう仕組みなのかもわからないとなり再度応募書類に戻って何とか内容を理解できないかと考えます誰か他のパートナーならこの応募書類が何を言おうとしているのかわかるかもしれないと相談に行ったりします 非効率の極みですね。それだけの手間をかけた後、果たして私に心を動かされる余裕が残っているでしょうか。効率的であるためには、簡潔である必要があります。簡潔さです。これを肝に銘じておくためには、こうした事例を活用するのが最善策と言えます。これらは、皆さんの心に留めておいてほしいポイントです。まずは当然、簡潔さです。使う言葉は、可能な限り少なくしてください。 皆さんに理解していただきたいのが私は簡潔さからチームとしての皆さんに関する二次情報を得るということですそれによって私は皆さんが自分のアイデアについて考え抜いていることがわかります皆さんがアイデアについてとことん考え抜き何度も何度も説明の練習をし相手に興味を持ってもらい何をしているかについて素早く理解してもらう術を身につけたからこそ 短時間でで理解してもららえる方法を見つけけれたわけですそこから私はこの創業者は自分のアイデアについて考え抜いているなと知ることができます簡潔さが良いとされるもう一つの理由は簡潔さから効率よく動ける人間であることを証明できるからです効率的な言葉遣いができる人は効率的思考を引いては効率的な行動ができると思われますつまり私は この人は自分のビジネスに関する最も重要なことを理解している。それを明確に伝える術を理解している。自社を成長、成功させるためにすべきことといった最も重要な要素について考える方法も身につけているかもしれないと思い始めるわけです。可能な限り簡潔にと言っていますが、含まれるべき最小限の内容が存在します。先ほど説明しましたように、私が理解したいのは名詞です。 ですから簡潔すぎて、私がそれらを理解できない場合は、簡潔すぎるということになります。もう一つは、私は皆さんのビジネスに関する簡単な説明や短縮版に目を通している時点で、この段階に達したいということです。なぜなら、皆さんの会社が素晴らしいものだという理由が、10万個くらいあるのは理解できますが、応募書類を読んでいる私には、 おそらくその中の2、3つくらいしか記憶に残らないからです。ですから最も重要なことが必ず最初に出てくるようにしなくてはなりません。このスライドは現存するあるスタートアップスクール企業の説明です。オンライン e コマースストアですとあります。これが何なのか私は思い浮かべることはできますが先ほど説明しましたようにこれは私がワクワクするような説明ではありません。他のことにまで思いを膨らませていく きっかけになるような内容ではありません。このアイデアが急成長し、ポテンシャルがあるものだということを理解するためには、さらなる作業が必要となります。さらにこれだけでは、名詞も理解できません。顧客が誰なのかもはっきり理解できません。彼らが商品を販売している相手が、顧客なのでしょうか。あるいは他のショップオーナー向けに、e コマースストアを作ろうとしているのでしょうか。この説明は、そのあたりが曖昧です。 次のスライドです。IT セキュリティサービスとあります。スタートアップスクールで目にする説明の大半はこうした感じで、どんな会社か理解するのが非常に困難です。次です。能力主義の意思決定サポートシステムとあります。これを見た私は、何のための誰のためのと疑問に思います。これだけでは彼らが解決しようとしている問題が何なのかさえ理解できません。 多くの人が損をしていると感じていることがあるからなのでしょうか。なぜこのような説明文にしたのかを理解するために、私は頭の中でたくさんの質問を繰り返さなくてはなりません。次のスライドです。データサイエンス及び人工知能に関する学習及び知識の共有とあります。これはどちらかというとミッションのように聞こえます。これでは、この会社のプロダクトが何なのか、 どういうふうにビジネスを立ち上げようとしているのかがわかりません。これを読んでも私は頭の中で具体的な何かを思い浮かべることができませんでした。この説明に基づいて会社を従者立ち上げれば全く異なるプロダクトが実行生まれてくるでしょう。会社説明で見られるもう一つのおかしな点は皆さんが大文字を使って固有名詞を非常に奇妙な言葉やフレーズにしてしまいがちであるということです。これは避けるべきです。 会社説明は雑誌のタイトルではありませんし、強調すべき箇所が間違っていると思える時もあります。私がデータサイエンスや人工知能といった言葉にワクワクするだろうと思って強調しているのかもしれませんが、実際こうした単語はバズワードであり、ソリューションです。これでは、この会社は課題ありきで起業していないと、私は不安を感じることになるわけです。では、説明文の修正方法に関する事例に移りましょう。 こちらのスライドは長めの説明文です。当社はサブサハラのコミュニティ向けに人工知能と IoT 対応品を活用した低コストかつ低消費電力の医療機器を製造しますとあります。比較的明確ですね。私はこれを読んで理解はできましたが、簡潔さを突き詰めた文章ではなく不要な部分がたくさんあると感じました。私は会社説明文がより簡潔に短く改善されるよう、 また最大限活用できるものになるようお手伝いをすることがあります。その時の方法をプロセスに沿って説明しましょう。まず説明文内の名詞が何であるかを把握します。では見ていきましょう。当社、医療機器、サブサハラのコミュニティ向けです。何ということでしょう。これだけで文がほぼできてしまうではありませんか動詞であれ、形容詞であれ、副詞であれ、 名詞以外のものをここに追加するときはかなり注意が必要です。それが最大限の効果を持つものなのか考える必要があります。動詞は何かを作っているといった場合に使用されます。一般的にはプロダクトに関する部分で使用され自分たちが作っているものを意味します。能動体の構造で文を考える場合、主語動詞と続き最後に顧客や市場ターゲットとする人々といった目的語、 という流れになりますこれに何かを付け加える場合はそれが何であってもなぜ付け加える必要があるのかしっかりと考える必要がありますこれは私をワクワクさせるものでしょうか人工知能と IoT の部分ですこれは彼らのテクノロジーが一体何なのかと感じさせるもので結果的に私は彼らが会社説明にバズワードを使っていることに不安を感じてしまいます それがこの会社の秘密兵器のようなものなのだろうとは思いますが会社が成功しそうかどうかを明確に示す特徴とは言えないでしょう文の前半に戻りますが低コストと低消費電力という医療機器に関する2つの就職語があります低コストはすぐに理解できます非常に興味を惹かれますサブサハラのコミュニティで低コストの医療機器製造を目にすればこれは興味深い 発展途上国向けに何かを作ること自体が困難なのにそれを手ごろな価格で販売できるように作るというのか実に興味深いと私は思うでしょう低消費電力の部分については何とも言えませんこの部分が会社が圧倒的な優位性を持っているかどうかを判断するために本当に必要なのか知るためにはこの会社についてもう少し知る必要があります私がこの文章を作り直すとしたら 当社はサブサハラ、アフリカ向けに手頃な価格の医療機器を製造しますとします。この文章に眉をしかめる人もいるでしょう。多くの創業者は、おい、なんてことをしてくれたんだ。文章を削りすぎだ。私のビジネスは複雑なんだ。私は多くのことを手がけていて、その多くのことが私を素晴らしいものにしてくれている。その辺のことをすべてきっちり伝えたいんだと不安を訴えてくるでしょう。 ここでの問題は、時間は限られているということです。そして投資家であれば誰でも、シンプルで楽なビジネスなどないということは、よくわかっています。私も同じです。いろいろ盛り込まなかったから、過小評価されてしまうかもしれないといった心配は無用です。先ほども説明しましたが、会社説明に関する理論武装はしておく必要があります。なぜなら私はここまでたどり着いたら、その他の質問をし始めるからです。 これが好奇心の基盤となるわけです。では、まとめに入りましょう。私を助けたければ、ちなみに皆さんがそう思ってくれるとありがたいですが、その最善の方法は、明確かつ簡潔であることです。本日はどうもありがとうございました。